うちの子、今期派遣の最有力候補とも言っても過言ではない驚異の人気を誇る作品が今回実写化すると話題になっているようですね。ということで今回は丸一番、実写化が決定して結論、実写化はヒカキンだけで十分と言われるまでの流れ、丸二番、愛を演じると今後の役者生命が途絶える危険性がある、丸三番、そもそもあの推しの子のシーン再現不可能ではという推しの子実写化による皆さんの反応をまとめた動画構成にしたので、ぜひ最後までご覧ください。では推しの子の実写化の情報が入り、最も多かった意見がやはり実写化への心配で、これまで大人気作品が実写となった際はもう漫画アニメを実写化しようとするのがミスなんよ、超えたことないやろ実写化アニメを、とノーモア実写化を宣言する方も多く、そんな理由として成功した実写化もあるのですが、あまりにも爆死していく作品が後を絶たず、実写化を行う作品にとっては歯科一攫千金かのギャンブルに挑む綱渡り状態のため、今回推しの子の実写化も同様の理由から推しの子を実写化させたくない人たちが団結して、以前ヒカキンさんが推しの子オープニングを実写化したことを理由に、実写化はすでにヒカキンがしてくれたからもう十分、前役ヒカキンで実写化したのにまたと、推しの子の実写化はもうやっただろうと猛抗議する方や、ヒカキンさんによる実写化以外にも推しの子の主題歌アイドルの途中にロボットアニメゲッターの主題歌を入れたという非常に完成度の高い動画が流行したので、主題歌を歌ってくださっている YOASOBI さんと水木一郎さんたちのライブをつなぎ合わせたものを、これが推しの子実写化の究極だ。推しの子実写化は前半が推しの子、後半がゲッターと終始意味不明な推しの子実写化への反論を繰り広げる天才的な方も現れ、そんな中ガチすぎる意見としては、こちら推しの子の作品内で現実の作品と比較すると4月は君の嘘ぐらいメディア展開される、今日は甘くじでと呼ばれる作品があり、そんな今日は甘口でが作品内で実写化するという展開となり、原作には登場しないオリジナルキャラの投入や、ドラマ話数の事情による物語の大幅なカットや、登場人物のほぼ全てを演技素人同然の新人キャストで固め、極めつけには主役の配役に呼吸を合わせて、でも一人にさせねえよ、無理だよこんなの、フォローしきれない、多少ネタキャラになりつつあるキュアオマ実写化の先般メルト君など、実写化で考えられる芸能界の闇から生まれる被害全てをかぶり、キュアオマ原作者を絶望の淵へ叩き落とすシーンがあったので、キュアオマで起こった悲惨な実写化を推しの子の実写化という形で苦戦回収するつもりかといういろんな意見交換が行われ、結論実写化はヒカキンだけで十分という結論がされていた衝撃的な事実には震えました。やはりどんなに推しの子の実写化を防ごうとしても、実写化されるのは確定事項に違いない、ならば登場キャラのキャスティングはいかようにという流れになっていたのですが、こちら推しの子を語る上で決して外せない伝説のアイドル星野愛は配役が非常に難しいという問題が発生し、その理由としては星野愛は芸能界に所属する男と体をぶつけ合い、わずか16歳で妊娠する複雑なキャラということで、このご時世に星野愛を演じた人は今後のキャリアに響く可能性があると懸念され、それに対してなぜか橋本環奈なら見るという流れになり、橋本環奈搾乳シーン、搾乳の実写赤ちゃん俺がいるという欲望全開ムーブから、推しの子ガチ勢による声がダメというガチ意見もあり、コメント欄は混沌と化していましたね。とりあえず星野愛搾乳シーンは実写化には絶対必要です。ちなみに実写化の星野アクアにセクシーゾーン佐藤勝利、星野ルビーにアンジェルムの上国龍萌えの配役希望が上がり、おじさんにはこの2人が同じ顔に見えますという意見がありながら、うわめっちゃ解釈合う最高これはドンピシャと非常に好評な模様だったり、他にもピエオン役に高山きんに君の配役希望もあり、これは納得、唯一納得のキャラで死ぬと満場一致通り越して、むしろこのためだけに実写化したまであるという中山きんに君前提で推しの子実写化を熱く語り合う方には衝撃を受けました。最後の題材となる推しの子シーンで再現不可能と言われ、推しの子実写化最大の壁と称されるのが、伝説のアイドル星野愛が自分のライブを赤ちゃんたちに見せるシーンで、そんな赤ちゃんたちがオタク顔負けのキレッキレオタク芸を披露、これ一体誰が実写化するのということで、急遽非公式推しの子実写化運営の方々で様々な意見交換が行われた結果、丸一番、一般的に使用される CG 合成を使用する手法、丸二番、アースの CM で採用される大人を子供体験にする手法、丸三番、ドリフスタイルで採用される赤ちゃん人形に顔をはめ込む手法、丸四番、赤ちゃんオタゲオーディションを見たいという素晴らしい意見が出揃っていましたね。ちなみにこのシーンをカットするという選択肢は
ありえないので意見から省きました。最後に推しの子を知る人ならやはり気になるのは、重曹を舐める天才子役は実写が可能なのかという疑問なんですが、すでに海外2期が実現してくれていました。公式による推しの子実写化情報が公開されれば嵐が巻き起こること間違いないでしょう。面白いと思ったらいいねやチャンネル登録お願いします。